モショップです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。僕は今から1時間後にですね、飛行機に乗って、大阪の方に向かいたいと思います。新幹線で行くよりも飛行機で行く方が安いんですよね。本当はこう大阪行く時は夜行バスを使うっていうふうに決めていたんですけど、それで今回ちょっと飛行機を使わせていただきます。164番ゲートに行ってあのジェットスターを初めて利用させていただきます。楽しみ。今11時25分です。出発が11時45分なのでだいたい20分前には着きましたね。保安検査場でかなりもたついたので、それで15分ぐらいロスしたので、いやもっと早く来ればよかったなって思いましたね。危ない危ない。着きました。じゃあ今から荷物を預けてリクルーターの方に向かいたいと思います。あ、なんか気温はそんなに暑くもなく寒くもなくっていうちょうどいい感じですね。リクルータウンのお寿司屋さんに来ました。大吉寿司屋さん、大吉寿司屋さん、今からお寿司食べます。旅の疲れはお寿司で癒しましょう。しめ鯖とかつぶ貝とか頼みました。じゃあいただきます。はい、いただきます。めっちゃ歯応えありますよ。おいしい。いやー、マグロ尽くし、いいですね。多分大トロ、トロ、中トロ、ビンチョウマグロ、マグロということで、じゃあまず最初はじゃあ中トロからいきたいと思います。大トロと最後に残してください。あ、古風の揚げ物っていうちょっと今まで食べたことのないものが出てきたので、ちょっといただきます。あった、うん、でも味はちょっと正直外の唐揚げの部分ちょっと分かんないです。なんか鶏肉みたいな味しますね。うん、おいしい。はい、ということで行ってきましたリンクタウン。今夕方の18時なのでちょっとパソコン、カフェ入ってパソコン作業したいと思います。おいしょ、着きました。いや遅くなっちゃいましたね。はい、ホテル着きました。あ、疲れましたね。今これ東横インですね、東横インに来てます。でまた今からちょっとパソコン作業したりするので、ちょっとその環境作りですね、部屋の環境作りっていうのをやっていきたいと思います。僕が今回予約したホテルはこのベッド1個だけある、まあすごいミニマルなお部屋なわけなんですけども、ここのテーブルのところですね、あ、ちょっとこれ著作権があれなんで、はい、消します。で机の上に何やら案内やら広告がすごいたくさん置いてあるんです。なのでこれを一旦全部どけたいと思います。することでこの机の上がかなりすっきりしました。で、あとはここにある仕事道具を出しますと。
これで仕事に集中できる環境が整いました。はい、とまあこんな感じでライブ配信に向けてちょっと準備をしていきたいと思います。今 Zoom のこのアプリがまだ無料アカウントでして、もしかしたらその途中でプチって切れちゃうかもしれないんですけど、はい、ありがとうございました。はい、終わりました。よいしょよいしょ。はぁ、一旦寝ますか。おはようございます。で、今日は午後から梅田の方で勉強会をやっていきます。だから楽しみですね、純粋に。どうなるんでしょう。今日はパソコンも持ち歩くので、このセットアップでいきます。うわー、最高にいい天気ですね。でも正直一人の時ってあんまりお金使いたくないので、どうしようかな、迷うの、マックでいいかなみたいな感じしますけど。はい、着きました。で、こちら今から勉強会始めます。はい、はい、ということで、あっという間の3時間が終わりました。じゃあ今から居酒屋に行って、後半戦行きたいと思います。後半戦行きましょう。行きましょう。今日は中島さんにも来たんですか。本とパソコンとこれだけです。はい、先に用意しておきました。さすが、先に用意された。毎回毎回引かれる。このカバンなんですか。え、このカバンは。カバンはあれですよ。お、かっこいい。え、どこのカバンですか。いやね、アマゾンで買っただけです。心の声が漏れましたよ。知らねえね。本で、まず今回1回目お疲れ様でした。ということで、乾杯。乾杯。はい、飲み会終わりました。でもまだ全然明るいです。ということで今からカフェで食べります。はい、2時間の後、美味しい、うまっ。あ、グロスかけ忘れました。ホテルに入ってきた直後っていうのは、そこのテーブルの上に置いてあったものたちの一旦どかしましたけども、その置いてあるものたちはチェックアウトの時にはちゃんと綺麗にまた元の位置に戻して退出したので安心してください。ビジネスホテルぐらいだと、その部屋にはテレビと机とベッドぐらいしかないっていう、まあすごいミニマルな感じなので、すごい仕事がはかどりやすいと思います。なので、まあこれからもなんかこう仕事に集中したい時とかは、はい、ホテルを利用していこうかなというふうに思います。あ、ちなみに東横インホテル今回初めて泊まったんですけど、なんか10泊すると、1泊無料になるそうです。そう、なので会員カードを作っちゃいました。10泊して1泊無料だったら結構お得かなというふうに思うんで、まあ、これからは東横インお世話になります。